よし。うん、よきよき。でもちょっとな。準備 OK です。皆さんこんばんは。今日も車中泊。最近ね、車中泊暑くなってきてさ、サーキュレーター買おうかなとか、なんかよくほらクーラーとかあるでしょ、クーラー欲しいなと思ったけどちょっと高かったりさして、すごく悩んでいて、ちょっとねお店の中をうろうろしてきたんです。もう私の一目惚れ、どうですか、可愛くないですか。弱中強3段階。おー寒い、結構風強いです。そして昔ながらの、これは連続タイマー機能をしっかりついております。もう一目惚れしてさ、よくうちに来てくれた。今日からこれを使うよ。じゃあ始めようか。今日はこれ、水芭蕉地ビールでございます。アサヒスーパードライとトマトジュース5本。トマトが有名なんだって。これは金子農園、金子ゆうやひろよ、なんだ販売者さんは、金子農園さんですね。オジェの恵み、これの販売者は井上さんです。オジェの贅沢トマトジュースストレート、桑原清さん、桑原聖さん、オジェ須藤農園トマトジュース、須藤長政さん、長明さん、とはトーマート、笠原初子さん。さてどれにしようかな。天の神様の言う通り、笠原初子さんのトマトジュース、これをお先に。まあ、まずはこちらから。もう飲みたくてしょうがないのね。そして開け方覚えたのね。よっ。とりあえず半分ぐらい。では皆様お疲れ様です。乾杯。飲みやすいと塩むすび、うーん、オゼビルって何ですか。行者ニンニクと書かれてますが、オゼビルって言うんですかね。入りのソーセージ、かぼちゃサラダと、お家から持ってきたとろけるチーズと、コンソメの素。お料理しながらね飲みましょう。うまい、冷えたビールは美味しいし、扇風機の風は気持ちいいし、そしてね、
ほど選ばせていただいたトマトジュース。何をするかというと、こうなる。同じ分量ぐらいにすると美味しいって聞きました。混ぜ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 、いただきます。お、蚊が入った。お、天才、取りました。でもその前に刺されてるん、ここやられた。かいかい、あー美味しい。トマトジュースも美味しいんじゃない、きっとね、そのままで。うん美味しい。開け口はどこかな、どこでも開くかな。うん、開かない。こういう時は歯でね。よし、あ、ちゃ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 、良さそうですよ。お家から持ってきたコンソメだし、混ぜ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 、もうちょい入れないとダメかな。塩おむすび、こちらをこのね、ちょっとプツプツ沸き始めたトマトジュースに豆乳、混ぜ混ぜ、沸騰してるね。プツプツプツ、だいぶ煮詰まってまいりました。もういいかな、そろそろね。持ってきたチーズ、ちょっと待つよ。いいんじゃない、電源切って、これも抜いちゃって、よし、せーの、よっ、締めのチーズリゾットでございます。ん、違う、トマトチーズリゾットでございます。超いい匂い、熱々です。いただきます。あっこい、うん、あーうまい、あっついけどうまいっす。ごちそうさまでした。あー、トマト美味しい、最高でした。さて片付けようかね。よし、よかった、よし、
イエーイ。それでは皆様、私は寝ますよ。測れちゃったのは直して、扇風機ね、タイマー機能があるので、夜は涼しいかもしれないから3時間かな。よし、今から3時間で切れるようにしてお布団敷いて寝ようと思います。本日お世話になったのは道の駅尾瀬片品です。夜に来たので入れなかった足湯です。入りたい。誰でも自由に弾いていいピアノです。いつかね、私もピアノの腕を披露したいと思います。大して弾けないけどね。自由コックパン、よし。本当は消さないといけないんでしょうけど、これを見かけた方、誰か消してやってください。よし、出発。これから吹割の滝に行きたいと思います。歩ってきます。駐車場に着きました。いつもはね、お店のところの駐車場をお借りしたりするんですが、お菓子の誘惑に負けないため、今日は無料の方のね、市営の駐車場に止めさせていただきました。ここが現在地。今日はここをずっと行って、派出所の前から、おう、ボケちゃった、滝の方を回って、こうやって歩ってこようと思います。猿に餌を与えないでください。お猿さんいるんですね。お猿さんに餌を与えてはいけませんが、私に餌を与えてくれるのは大歓迎です。見えるかな。おう、綺麗ですよ。秋もすごく綺麗なんですよ。お水もとっても綺麗ですね。おまわりさんの反対。看板もありますね。ここから遊歩道を、転落注意、滑って落ちないようにしないとね。ここから歩ってきて、今ここまで来ました。ここを歩いて橋を渡って、向こう側ですね、川のを歩って帰ってこようと思っております。滝が見えましたよ。気持ちいい風が。こちらは吹き割りの滝ではございません。こちらの滝でございます。
きありの滝はもっと上。あー気持ちよさそう、入りたい。あー青空も素敵です。少ないです。ちょっと残念。でもここに立ってると水しぶきは来て気持ちいい。マイナスイオンを堪能することができました。あの橋を渡って帰ります。滝の上の方はね、浅瀬になってますが、立ち入りは禁止でございます。橋まで来ました。渡ります。危ないの発見。はい、わかる人。ね、危ないやつでしょ。今はここ半分ぐらいですかね。あとは遊歩道をずっと歩きます。気をつけましょう。こっちだよね、遊歩道って。あ、熊よけ。今日熊鈴忘れちゃったから。よし、鈴じゃないな、鐘。
熊さんもびっくり。ちなみに今日私が着ているこの T シャツも熊さんです。見えますか、見えますか、私の大好きな、あ、逃げないで、くねくね、バイバイ。3つ目、頭上足元に注意。岩岩です。岩岩、おお、滑る、足元も滑りました。怖い怖い。4個目、うん、よし、よいしょ。遊歩道最後はジュニー神社様です。ごめんなさい、今日はお財布持ってこなかったです。お賽銭ありません。気持ちよく歩かせていただきました。また来ます。ありがとうございました。お、行く行く。猿に餌を与えないでくださいの看板のところまで一周戻ってまいりました。2.3 キロぐらい、なかなかいい汗をかきました。いっぱい汗かいたからね、美味しいご飯食べて帰ろうと思います。着きました。バカ馬でございます。と言ったらトマト麺ね。今日は塩トマトにしようと思います。ごちそうさまでした。